どうもタブヤンです。半熟ヒーロー、前回シナリオ2をクリアできましたので、最後のシナリオ3、たとえこの命尽きるともやっていきたいと思います。うーわ、めっちゃ白いやん。さあゼウス行くぞ。どうしよう、これ左から行くか。左でね、卵のね、その卵を取りましょう。ゼウスやられたらヴィーナスも行こうかな。出撃ヴィーナス。さあゼウス行くぞ。卵を使ってもいいから、いけいけ。連打連打連打。うわ強い強い強い、めっちゃ強い。これ対極だね。卵、参ったなこれ。さすがそのシナリオ3だね。いきなりゼウス死んじゃう。こいつは倒せるんだけど、もう一人が倒せない。卵、ロケット来い、ロケット。おー来た、いいねロケットいいよ、ロケットパンチ。これいけるんじゃない、もしかして。大逆転マシンナイト。いや、マシンナイトじゃなかったら負けてたねこのロケットパンチが最強説ですよねこれ。やったー、なんとか耐えた。よし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 さあこれはちょっと耐えないといけないね。敵多すぎ。ここのね、この城にガーゴイルのとこ行って卵を強くすることを考えよう。今回は時間の流れ早くしよう。このターンはこれで切り札持っていかないとね、倒せないもんね。あ、入ろうぜヴィーナス。タブヤンとかゼウスが守備していればね、うん、大丈夫だから。なんか攻めてきたぞ。ガイア、ヴィーナス行け。よし倒した、勝てる勝てる勝てる。兵士の損傷が激しいな。さあこの月はもう終わって、さすがシナリオ3ですね。簡単にはちょっと一気にねいけないね。卵を強化しよう、初めてお、国が大きな国になりましたね。さあ来た、何が来る。おお将軍、ハイオン弱い、ドロス弱い、ポセイドンこれもうわからないわ、当てる気しないわ。左、あ違う、ポセイドン欲しかったな。築城しましょうか。タブヤン、よし、トロノア城、ゼウス、よし、兵士補充24。あ、お金ないな。
アロー。あ、もう一個しか買えないの。じゃあ振りのっていくし、お金全部使った。よし行こう。よし行こう。敵だ。ビーナス行こうか。ビーナスがアローと振りの敵を持ってこの城を攻め落とす。ここを攻め落としてね、卵を強くしたいな。これ誰？あ、向こうに攻めてるんだね。でビーナスが卵を強くしたらゼウスとタフヤもお城に行って卵を強くするみたいなね。うん、それで行こう。よし、切り札振りの敵。かっこいい。ガーゴイルの振りアロー。いやー、これで倒せるかな。いけ。よし、押してる押してる。やったー、勝ったー。お払いお願いします。イエーイ。移動。さあ戻りましょう。帰還。ビーナスが戻って、でね、その間にゼウスがね、こっちのお城に行ってお祓いしてもらおう。デッドガン要員ですね。ヒステミの守備担当。洞窟とかないのかな、近くに。パイオン生かしてもいいんだけどな。なさそうだね、近くに洞窟は。お、お願いします。ありがとうさん。あららららららやめてよ。うわー、マイナス14。何それ。パイオン。解雇。これはもう終わったね。あ、そっか、だからお金をね、兵士補充もできないの。うーわ、これは終わった。ちょっとリセットした方がいいんじゃないこれ。そっか、貯金をね、残しとかないといけないんだ。ショックだな。参ったこれ。ちょっともう何もせずに待機するか。くっそー、ゼウスも失った。いやー、今になってわかったね。お金を残額残しとかないとお給料払えないんだ。笑い事じゃないな。状況、我が国の状態。あ、これ総賃金ね。だからこの10ゴールドっていうのは残しとかないとダメなんだね。知らなかったな。弱小国になり下がってしまったな。
ダメだこりゃ。ダメじゃんこれ、お金もないし。まいったな。ランス、よし、もうこうなったらシステミで戦いに行こう。タブヤン行くぞ、ランス持って。いやちょっと待てよ、タブヤンこっちに行って、卵強化しに行こう。こうなったらライオスごとき楽勝だ。ビーナス一人で城二つ守らないといけないからね。あ、また攻めてきた。ここからタブヤン戻ってきてね、早く。あ、こっちからも攻めてきた。何この四つの国強いな。タブヤン到着、お願いします。払い、移動、あ、やばい、攻めてきた。参ったな、上の城攻められたぜ。ついに残りこの一国になっちゃった。くー、こっから巻き返し次第ね。タブヤンとビーナス最初からやった方がいい気がするんだけど。いや、そんな頑張りますよ。これ収入もないんじゃないか、これ城一つだし。お引きなすって、あっしゃ殺しの請負いをしておりやす小枯らしモンスター。サンゴールドでクロネス将軍をやってみます。そんないらないよ。今兵士補充、築城ビーナスがしてもな、3ゴールドしかない。もう最悪だなこれ。おら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 、クロノスめ、クソ。よし、なんとか耐えました。ビーナスもう一人来る。オラ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 、いや滅亡してたまるかーい。よし、よし、出撃しようか。ビーナスランス持って、タブヤン帰ってきたんで。え、また来たこれ、こいつ。タブヤン帰還。さあビーナス取り返せ。あ、強いな。切り札ランス、いけ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 、負けてたまるか、負けてたまるか、負けてたまるか。よーし、卵温存して買ったぞ。2人いるのか。切り札ないと辛いな。また攻めてきたし、もうタブヤンは守備か。あ、こっちからも攻めてきた。いや、大
誰か出ていったな。あ、でも2人いるの。ずるいな。それずるいな。ピーナス行く？卵で。卵だけでいけるかな。行くか。しかしね、こうなったらもう行くよ。攻めろ。卵使ってね、強くなった。タグヤン囲まれてる。よし来い。連打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 。アイギストス、兵士減らさずに倒せ。もうあー、3人も減っちゃったか。貴重なゴールドが。兵士まだ足りるよね。よし。あ、ポセイドン強い。うーわ、めっちゃ強い。嘘でしょ。やっば。卵使わされるとは。うわー、ハデス。すげえな、デビル。めちゃめちゃ強いやん、何これ。またお祓いしてもらいに行かないといけないのかな。あ、敵と遭遇。ポセイドン、切り札持ってないか。うわー、これはきつい。これは城に戦う前にこれはきつい。退却退却。帰還、戻ろう。くっそー。あ、また攻めてきた。もう参ったな。守備要員になっちゃうじゃんね、こっち。城を強化しないといけないな。しかも2人しかいないしね、もう。滅亡寸前だぜ。さあ、もう一回行こうか、ヴィーナス。何回でも行くぜ。諦めずに出陣だ。卵の強化やっぱすごいっすね。ハデスって反則でしょあれ。あ、よし来た。こいつは倒せるでしょ。ヒュアキントスで、次のやつは卵で倒す感じかな。それとも弱かったらいけるよ。どうだ。あ、強い。こいつは卵でいこう。出てこい。あれ、なんで。お祓いしてもらったのに、あんまり強くないじゃないか。相性があるのかな。どうなんでしょうね。タブヤンの卵はすごく強くなったのに、ヴィーナスの卵強くなってないじゃん。難しいね、卵。飛びかかれ。勝てるっしょ。卵はちょっと消費したけどね。もう一回お祓いに行かないとね。勝てる。ゼウスを失ったの自滅だもんね。金。よし、なんとか城3つにしたぞ。収入が増えたはずだ。あ、豊作。うん、兵士50だね。まず18、残り2人だった。築城しましょうか。タブヤン、よし。安いのだけ買っとくか。ヴィーナス卵をね。あ、やばいなこれ。
人で守らないといけないんだ。え、なになになに。あー、ちょっと忙しいな。連打。将軍2人なのに城3つ守らないといけないから。急げ。え、こいつはどこ行くの。なんか微妙な場所。多分や、出撃しようか。ここに。攻撃こそ最大の防御なり。あー、ここ取られるのか。まあしょうがないねこれ。もう参った。そうなるよね。取られたな。2人しかいないんだもんね。タブヤンがここを滅亡させてくれたらこいつは消える。あ、切り札持ってない。いやー、強い。こんなやつでも強いの。うー、頑張れ、倒せ。うー、怖。さて、卵次第ですが、前回歯です。今度はどうなる。あ、サイクロプスか。やっぱり落ちたな。砲丸投げ。なんとか倒せるでしょ。でもね、また卵いかないとね。卵に行く余裕がないんだよな。最低将軍さん、あと一人欲しいな。勝てる。よーし。さあ、忙しいよ。これやったから。あ、あいつまだ消えなかったね。あ、今度は攻め込まれたわけね。オッケー、ダイダロス程度楽勝だ。こいつ消えないのか。キマイオスコープ。あー、攻めてきてる。ちょっと、もう参ったな。戻ろう。こいつを早く倒してヴィーナス出陣ですよ。忙しいわ。あ、ポセイドンか。連打。ポセイドンはきついな。しかもヴィーナスの方、ゼウスをクビにしたの失敗だね。ヴィーナスをクビにした方がよかったね。だってヴィーナス内政できないんだもん。よし、攻めよう。あー、ここ攻めてきた。そうなるわな。くっそー、またか。2人だとこれが限界だよね。取られては取り返されるの繰り返し。うわ、しかもヘラクレス。しかもこっち兵士1人減ってるし。いけいけいけ。連打。あー、ヴィーナス負けた。
ダメだ、終わったこれ。タクヤ一人か。もう終わったな、これは。これは終わった。どうしようもない。もう戦い、最後もう戦死しよう。もう終わった。どうしようもないよ。あ、兵士もいない。この野郎、この野郎、この野郎、この野郎。終わった。これはダメだ。アポロン、ティアーっていうか、うん。ダメだこりゃ。最後の勇姿見せてやる。負けた。01年、10の月、タブヤン、ゆく。おいたわしや、タブヤン様。もう戦わなくて済むよ、イエーイ。最悪だ、この部下たち。最悪だ。ということで、半熟ヒーローシナリオさん、まさかの敗北。次回ね、リベンジしたいと思います。やっぱり給料払えなかったのが一番問題ですね。うん、リアルの企業でもね、給料不払いがあったらもう相当やばい状態ですよね。では次回のために英気を養って、食事に行ってきたいと思います。次回こそシナリオ3頑張りたいと思います。それではまた、さよなら。他にもファミコン動画がたくさんありますので、よかったら見てください。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひ登録をお願いします。